さっきなんかここなんかおじさん2人がなんか入ってるのをちょっと見たんですけど、何だったんでしょうか。まあでもあちらカストリ書店さん、こちらは、まあ、の遊郭の専門書店で、まあ、いろんな、まあ、勉強になる書店、あの書物がいっぱいあるということで、私も入ってみたいと思います。行きます。買ってきましたよ。小池さんは紅子の色町探訪記、まあ、いろいろこれから勉強するそうです。で私はまあなんていうの、まあ、ちょっとこういった絵のね、まあ、一応なんかどっかの町らしいんですけど、まあ、クリアファイルと、まあ、ちょっとこう一筆の便箋ですね、買いました。で、真面目に、でもちろんだって。それでタンさん何買ったの？これは見づらくないけど、いい？ちょっとだけ、見せて。おやおや、これ見せていいの？これはダメです、YouTube は。いい、大丈夫。これだよ。これだけ。あちゃ。これ分かりやすい絵じゃないの。これ大した。別に大したことないね。ただ絵だけだから。まあでも昔の人はグラマーでね、綺麗ね。あれ、俺も今初めて見た。タンさん、この一杯の大きさで買っちゃった。いや、グラマーよ。やっぱり昔のね、今のモデルさんより今の昔の方が綺麗ね。いいからもうじっくり見ないで、はい。終わり。じっくり見してんじゃん、自分が。終わり。見返り柳は吉原大門交差点の角にあります。こちらの角は今現在ガソリンスタンドです。台東区教育委員会の説明によりますと、京都の島原遊郭の門に似せていると言います。遊び帰りの客が後ろ髪を引かれる思いを抱きつつ、この辺りで遊郭を振り返ったことから見返り柳と名付けられたそうです。かつては山野堀の土手にありましたが、道路や区画整理に伴い現在の場所に移され、柳の木も数代にわたり植え替えられました。このガソリンスタンドに私たちも立ち寄らせていただき、柳を見てきました。それでは吉原に入ってみましょう。見返り柳を背に曲がりくねった道を大門に向かって歩いてみます。この曲がっている道も昔のままです。大門の前に交番があります。昔はこの交番の付近に見張りの番所があり、厳しく往来をチェックしていたそうです。この配置も昔を忍んだ粋な計らいですね。まず大門です。昔の写真を見ますと、後ろに提灯をずらりと並べた店が見えます。吉原歓楽街への正面玄関で、出入りはこの大門一箇所のみとされました。江戸時代には木造のアーチ型楼門でしたが、明治期にこちらの豪華なアーチとなりました。このアーチは鉄製です。実は明治44年に一帯を焼く大火災が発生、その熱でこのアーチがぐなりと曲がってしまったそうです。今は遊郭の閉塞した雰囲気はありません。このメイン通りに小学生の通学路にもなっているのには驚きました。
この通りには今も喫茶店らしき店構えのお店が残っています。そこは受付みたいなもので、ここを経由しないと昔はお店に行けない仕組みになっていたそうです。横に入ると総部街になっています。このメイン通りでは花魁道中という今でいうパレードが行われていました。花魁道中とは、カムロや心臓などの妹分やその他大勢の取り巻きを引き連れて、三枚刃の高桁を履いた花魁が吉原の大通りをゆっくり練り歩き、客が待っている引き手茶屋まで向かうことを言います。この花魁道中には周りの人に見てもらうという意味合いもあるので、通常10分程度の道のりを小一時間もかけて歩きます。なぜこのようなことをするのか。普通の客は引き手茶屋へ行き、そこの案内で客が花魁のいる大店、中店、小店へ向かいます。ですが乗客になると、客が引き手茶屋へ行った後、遊女が花魁道中で迎えに来てくれ、客と一緒に花魁道中で大店へ戻ります。花魁道中をするような花魁は遊女の中でもごくごく限られた、とても位の高いものでした。そんな高級遊女と会うには現在の価値で数十万かかったと言われています。つまり花魁自ら出迎えに来てもらえるような乗客はかなりの金持ちである証拠で、見栄の極みを味わえます。花魁道中を行うことで、客は町の人から羨望の眼差しで見られ、優越感を得ることができ、花魁の方も目を張りたいお金持ちの乗客が増えるという、どちらにとってもメリットのある行為だったのです。吉原遊郭のメイン通りを進むと、右側に吉原神社があります。吉原神社は浅草七福神の一つで、御祭神は宇賀の御霊の御事となります。家内安全や商売繁盛の神様ですが、遊女の信仰を集めたことから、現在では女性の願いを叶えてくれるパワースポットとして人気があります。はい、ここが吉原神社です。遊郭に5つの守り神として稲荷神社があったらしいんですけども、合祀して今一つにまとめられて、ここに吉原神社、明治5年に、創建されたという吉原神社でございます。今はですね、弁財天様がまとめつられていまして、これからちょっとお参りをさせていただきたいと思います。吉原の入り口である大門の手前に吉徳稲荷社、さらに車の四隅には榎本稲荷社、明石稲荷社、開運稲荷社、黒助稲荷社がお祭りされていました。最初に案内した吉原公園の砂場が榎本稲荷社になります。車の三花木の一つで藍染め桜があります。藍染め桜とは、恋焦がれている人に初めて会うという意味があるそうです。今頃見頃でしょうね。ぜひおいでになってみてください。200年前に吉原神社の御神木として崇拝を集めていたのですが、1911年の火事で焼失、2013年に
しだれ桜が植樹され、春になると美しい花を咲かせています。吉原神社を出て約1分ぐらい歩くとあるのが吉原弁財天本宮です。ここは神社の飛び地境内になっており、もともと弁財天池があった場所だそうです。1923年9月に発生した関東大震災の折、炎の竜巻が遊郭を襲い、大勢の遊女たちがこの池に殺到。亡くなった500人強のうち490人がこの場所で窒息死したという悲劇な場所です。はい、ここが吉原弁財天奥宮でございます。実際にですね、吉原の中に池があったんですけれども、吉原に池があったんですけれども、ここでとても大震災、関東大震災が起こった時に、皆さん火事で、みんなが逃げ込んで、そこでですね、溺れる方、あとはどん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 押し寄せてくる人に埋もれて、亡くなった方が約500人近くの方が、ここに眠られてるという。おはぐろどぶには緊急時のため跳ね上げ橋はあったといいますが、間に合わず大門や裏門に逃げ惑う遊女たちが殺到したために起きた悲劇でした。吉原弁財天池跡には吉原観音様をお祭りし、亡くなった遊女たちの魂を慰めています。境内には東京芸大の学生さんたちによるド派手な壁画がたくさんあり、日本じゃないみたいな雰囲気でした。なぜでしょう。実は弁財天は日本の神様ではなかったのです。七福神の中で日本の神様はイビス様だけで、あとはインドや中国がルーツの神様でした。国際色が豊かなのですね。弁財天はヒンズー教の女神サラスバティで、ビーナと呼ばれる琵琶に似た弦楽器を持っています。創造神ブラフマーの妻であり、実在したサラスバティ川の化身とされ、流れる川のせせらぎから流れるものを連想する音楽や言葉などの才能をもたらす神とされました。そして日本では川の流れる音にちなんで妙音天、またよどみなく流れる水のように弁舌が爽やかであるとの連想から弁財天と意訳されました。私のオリジナル作品、雪の城下寺を歌う際に思い描いたのは、竹比べの主人公、緑でした。竹比べは、明治の小説家、樋口一葉の短編小説、1895年に発表されました。一葉は、吉原にも近い下役、下屋龍泉寺町において、荒物雑貨駄菓子屋を経営しており、この頃の実体験で得た題材が竹比べにつながっているようです。一葉記念館は東京都台東区龍泉にあります。吉原遊郭外堀から数分の場所です。樋口一葉の文学業績を称える文学館になります。一葉が住んでいたところも目と鼻の先でした。
竹比べの舞台となった竜泉寺町に一夜の文学業績を残すべく、一夜協賛会の尽力により台東区が事業主体となって1961年に開館されました。2006年にリニューアルオープンされ、とても綺麗な施設でした。小説デビュー作闇桜や代表作竹比べの自筆未定稿、和歌の短冊や加工、門下生となった小説の詩半井桃水や先輩作家三宅佳穂など交流のあった人々に宛てた手紙、荒物駄菓子屋を営んでいた時の仕入れ帳などの貴重な資料をはじめ、一葉が住んでいた頃の家並みや一葉旧宅の模型も所蔵展示されています。主人公は吉原の遊女を姉に持つ勝ち気でおきゃんな少女緑です。緑は和歌山の出で貧しい家庭に生まれましたが、姉が吉原で遊女として成功を収め、家族ともども吉原に居を移し、両親は引き込み茶屋で働いていました。姉からもらう豊富な小遣いで、緑は近所の子供たちの嬢様のような存在でした。対して龍源寺僧侶の息子新女は俗物的な父を恥じる内向的な少年で、この二人の淡い恋を中心に物語は進んでいきます。ちょっとしたすれ違いで互いに思いながらも二人の間は遠くなっていきます。クライマックスはある雨の日、用事に出かけた新女は緑の家の前で突然下駄の鼻緒が切れて困っていました。緑は鼻緒をすげる端切れを差し出そうと外に出ますが、相手が侵入と分かるととっさに身を隠してしまいます。侵入も緑に気づくと恥ずかしさから無視してしまいます。緑は恥じらいながらも端切れを侵入に向かって投げますが、侵入は通りかかった長吉の下駄を借りて去ってしまいます。家の前には水仙が咲いていました。二人の思いがあふれながらも必死にそれを押しとどめる情感が描かれています。まもなく緑は姉と同じように遊郭入りを迎えるための修行に入ります。緑は人が変わったように無口になりました。新女も僧侶の学校に入るため町を出ることになりました。ある日、誰かが家の門に差し入れた水仙の作り花を緑はなぜか懐かしく思い、一輪挿しに飾ります。新女が町を出たその日のことでした。その後、遊郭入りした緑は一体どんな運命だったのでしょう。雪の城寛寺のような悲しい結末だったかもしれません。この曲の相手は吉原に戻ってきて遊郭で再会した新女だったかもしれません。